任期満了に伴う松本市長選挙が告示され現職と新人合わせて5人が立候補し選挙戦に入りました立候補したのは届け出順に無職の竹内孝也さん元信越放送専務の菱山真一さん現職で2期目を目指すガウン義直さん元衆院議員秘書の赤羽俊太郎さん会社社長の 上條国敏さんの五人です。防災に力を入れた政策を進めますが、女性の視点が不足しています。危機管理、防災を担当する部署に女性職員を増やします。わからないところで計画が作られ、根拠がない投資をする今の姿勢の。 問題点がこのパルコに凝縮されてます行ってみたくなる街そういう街並みを私は作っていきたいと思います子どもが主人公の街を作る希望を持って家庭を築き子育てをしていくそういう街でなければ子どもが主人公になりません中心市街地の空洞化これをどのように解消していくかそもそもの 問題点をしっかりと考えた上で、もう一度、皆様と共有していきたい。市民のために声を聞いて、当たり前のことを当たり前にやる、正義をしっかりと実現する松本氏にしたいと。投票は17日で、即日開票されます。